な、なんでそのテーマ曲みたいなね。今テンションが上がってな、ね、い。さっきリハーサルしたんですよ。<laughs> なんだお前。いや、今日の動画はね、いや、金持ちって言ってくるコメントのやつ嫌、嫌い。嫌い。おっかい。嫌い。まあ、また出たんだよな。意外に嬉しかった。その人が最初にしたコメント、まあまあいろいろあったけどそのし、そいつのコメントっていうのは言い方悪いけどね。名指しでいくぞ。ちょっと待って。

あでも一応俺の動画に高評価してくれてんだな。日本だけ。日本だけうん。なんかすごい、トゥワイスの動画が多いっすね。うん。うん。どうしようかな。トゥワイスか。そりゃな。民度悪いわなっていう動画すると炎上するんだよ。 前も言っただろなんか。えでも一部の人な。で、一部なんだけど。いや、ダメだな。TWICE いじったらダメで俺死ぬぞ。殺されるぞ。TWICE の曲は、まあ、いい曲だとは思いますよ。聞きはしませんけど。みたいなね。いやー、それ、いや、めちゃくちゃめちゃんこ言いたいけどな。でも TWICE ってそんな日はなくねなお、なんかファンがさ、 ななんかそういういいややべえやつ多いよなファンってファンのななんかそのなんだろうなファンの偉大ファンがその自分をファンしてるなファンしてるってよくわからないけどその元 TWICE 好きなんだけど TWICE ってすごいじゃんもうめちゃくちゃじゃんすげえじゃんすごいなんか再生回数も取ってるし興行、まあ、収入いや映画じゃねえいろいろ経済的にもすごいと思うしまあね、まあ、美人っていうか可愛いと思うし だからそれを盾にしてなんか私、t バイスのファンだからみたいな人がやべえなって思うっていうかねうんなんかどこのファンも気持ち悪いけどねやっぱ宗教みたいだけど、まあ、宗教ってめちゃくちゃ楽しいからねうちわ乗りってうちわ乗りって宗教みたいな感じじゃんうちわ乗りは楽しいからいいんだけど、まあ、そういうの見るとそういう人はなんかねまあ頭 ああ、もう言うのやめとく。ファンはまあ頭弱いじゃん。利用されてるから。あ、でもこれも違うけどな。こんなガキんちょが頭弱いじゃん。もう俺も頭弱いよ。あでもなんかよくわかんないけど、コメント来たんすよ。なんか喧嘩腰なんだよ、コメントしてくんのにな、こいつ。俺が底辺だからいいことになんかちょっとね、ムカつくんだよな、こいつのコメント。まあ俺のなんかね、視聴者、を褒めるわけじゃないけど、まあ褒めといた方がいいな。 ああすごいすごい。なんかね、めちゃくちゃ礼節がしっかりしてる人多め。うん。なんでかって、俺みたいなこのね、まあ、高度、高度なお笑い、おもしろを追求してるチャンネルって、バカは来れないはずなんですよ。だから、そこそこ頭のいい人たちは来てると思うんですよね,ね。ちょっとお前が、なんか俺が頭いいと勘違いしてるの気持ち悪いな。持ち気も悪い <laughs>。ね、持ち気も悪いって。いいか。まあね、こいつの上から、こいつの上っていうのはなんかおかしいけど、 まあ、いい家住んでるし、iPhone10 だし、金持ちかってコメント来たんですよ。ぶっ殺してぇなと思って。まあ、ぶっ殺してぇなって今言ったらさすが害くって言われて、いろいろめんどくさいんですけど、まあね、ぶっ飛ばしてぇなって思ってね。ぶっ殺してよくない、ね、ぶっ飛ばしたいなと思って、その、いい家住んでるしっていう基準もよくわかんねいしな。お前の基準何お前。ねっていう話。うーん。 住んでるしとかでこの家がどういう感じかって説明するとね個人情報をさらけ出すということになってあんま言いたくないし言わないですしねいい家住んでるし iPhone10 持ってるしってお前の金持ちの基準はその2つかとなあやべえなお前って資産を見ろよ見ろよ見ろよ年収を見ろじゃないけどその2点で金持ちって決めつけるってなあ浅はかっていうかさ 何をもって金持ちなんだって話だし、俺が単純にね、でも言われてほしくはないですなんか金持ちって腹立つんですよ。安直っていうかさ、その、この俺の動画っていうので、まずそもそも金持ちってさ、顔さらけ出さないじゃん。ピーターバンだってさ、あの、マスクしてんじゃん。うん。せっぱ詰まってるってことなんじゃないの俺は。やっぱ。 まなんで YouTube やってるかって、やってれば、単純に最初は好きでやってて、ま今も好きなんだけど、やっていけばやっていくうちになんかこれ面白いなって思ってきて、で、これを長く続けたらなんかそのね、特殊枠みたいな、すごい頭のおかしい、そのテクニシャンなチガイ枠として、あのね、まあ愛されそうだなって思って、やってるわけですよ。まあ鼻くそほじりますけど。 ああだからやってるかなそれだけかなもう俺めちゃくちゃ有名になるしって思ってるポテンシャルで努力はしないで思ってるだけってもう一番ダメそれんでも努力が何かっていうのも難しいけど、まあ、楽しいからやってるみたいな早く評価されてくれって思いますけどねうーんクズだからなでも早くそ評価そうかってなそうかああ危ない危ない危ない評価されると何よそ,そこはねスルーすんだようまいやつは ああとか、そんな誇張しちゃダメやあそうか、評価って言って、スルッとや,やんなきゃダメなんだよ。ね絆愛みたいに野獣先輩、怪獣先輩みたいな感じでね、もうあ、あたかもなかったことにするのがうまくないと、この世をうまく渡られていけねえよというね、ホームレスのおじさんのものまねで、いや、そんなおじさんいない。今のところ俺の目の中には入ってきれないし、なんかね、多くは見たことはないし、目の中に入ってくる人はいない。病犬菌くらい。 あ,あ、雑菌くらいでしょ。目の中に入るの。あと、メアニとかさあ。痛い痛い痛い。それ、面白い。こいつの金持ちの基準は面白いですね。いい家住んでるし、iPhone10 だし、金持ちかな。金持ちかって言ってくるのが気持ち悪いな。すごい俺さ、ディスっちゃうけどさ、なんか頭くんで、金持ちかって。俺、なんて答えればいいのおめえより金持ちでえよえって。皮肉込めて、その、そいつのファンをね、不快させるようなコメントをやればいいのか。 いや、違いますよって謙遜したみたいな感じで言うのか分かんないけど、俺はこのコメントに対して、ショーンヘッチって返しておきました。よく分かんないです。俺も。いや、頭来たら変な適当なコメントをするんですよ。もうそれに比べて野獣先輩見ろよこの人めちゃくちゃ優しいんで、まあ今ハートマークつけなかったけど、<laughs> 時間がなくて見れなくてすまんもう、信者じゃん、それは。めちゃくちゃ野獣先輩優しい。まあ野獣先輩いっぱいいるけど、俺の、 動画に来てる野獣先輩めちゃくちゃ優しい。謝ってんだよ。俺のなんかね、あのー、努力ゼロの、俺の自己満足の動画を見れなくてすまんって。謝っちゃってんだよ。お前、せいじゃ勝てなあめちゃくちゃ優しいじゃん、だあと髪切ったんだけどね。そうだ、サブチャンネルで髪切ったよって動画をね。もうワックス3日目くらいなんだよな。やべえんだよな。風呂、風呂入ってねえから。ああ風呂入ってないはずあんましてくないんだよ。好感度下がるから。 でも事実だもん。しょうがないやで。風呂入ってないから、うん、ワックスでもね、髪質殺しですよ。ね。ヘアーキラーの始までですけど、まあ、このね、この、でもこの人も、あのなんだ、ジョンヨンワワワ。ね、ワワワって、何やそれおんべんのみたいな。そんな、ね、それはちょっとおかしい。 まあ、ギルティ少年団っていうユーチューバーが紹介してて見てたからなんかハマったって結構めちゃくちゃ嬉しいコメントしてるんですけどねうーん嬉しいなそれはそれは嬉しかったでも金持ちかってコメントはねなんか話してるうちにそんな不快にならなかったうんその今ね発散しているうちにねあんまり嫌なもんじゃなくなったんででもそういうなんか俺は不快なコメントが来た時は大抵適当に返すと思うじゃん いや、単純に適当に返したいときあるんで、むかつくよな、でもこれがなんかむかつくなって思ったのは、あれだよな、あの、慎太郎って人がどこ行の方ですかって来てさ、<laughs> 言うわけねえだろアホかよって思ってね、まあ俺はそれに対して、不可説不可説点高校っていうね、あの適当に返しておりましたけど、まあ、どこ行の方ですかって、なんだお前そのコメント、むちゃくちゃやの ヌタウナギさん前やべえな。法啓チャンネルに解明したらって。そんなにで笑ってんじゃねえよ。全然つまんねえだろ。あとなんかレペゼン名古屋って人がね、なんか俺のチャンネルに売名してきたけど、その URL だけ貼るのやめてよって思う、ね、そんな淡白な売名あるって。でもなんか5日前から投稿をやめてますね。で5日前は投稿やめたうちに入んないからさ。 <laughs> 俺よりチャンネル登録者数ある。2ヶ月前からやって。って思うじゃん。いや、俺の方が価値あるから。それなんかね、そういう過激系でやったって寿命は短いし、俺のね、これもめちゃくちゃ面白い動画。これは寿命も長いし、そのうちこいつよりもめちゃくちゃ人気になるしって。レペゼン名古屋、な、リズルな、レペゼン地球の班はね、多分やばい。怖い。あのー、パリピみたいな人しかいないし、俺のなんかね、 先輩もうなんかレペゼン地球見てるとか言ってあって思ったからやべえ人しか見てねえからレペゼン地球はもうやべえからもうそういうねあのね多分やばい人もゴリゴリのやべえ人しかいないと思うレペゼン地球には地球にもやばい人しかいないしファンもやばい人しかいないもうなんかもうまさかりまさかりをこう両手にね持ってフンフンフンみたいな感じでね散歩してるようなやべえ人しかいないでもそのやばさのベクトルは違う 言うなればタトゥーが入ってるとかなんか、もう、その、もうタトゥーがもう、もうタトゥーって。もう、タトゥーになんか体掘ってるみたいなやばい人しかいないってことね。そっちを言った方がいいのに、なんだそれは、やばさのベクトルがちげえよって。ねえ目、まさかりを、目まめさかりめさかりってなんだよ。 <laughs> もうもうもう,もう牛さんじゃないよとかいう安直なボケはやめといた方がいいよ絶対にウケないからまあね、まあ、今のボケでね頭痛くなりました酸欠ですプチ酸欠ってねプチ整形みたい言っちゃうわこれで異言なさ異言ゼロですね本当に怖くないな俺はあその分にやってねうん でも、あと俺、可愛いってコメントも嫌いなんでね。いや、こんなべちゃべちゃべちゃみたいな喋り方してるやつに、可愛いってやつはマジで本当にね、もう鼓膜となんかあれですね、眼球ぶつぶしてるよな。うん。願望だからでもマザー・テリサさん曰く、考えてることは行動に譲りますみたいになるから、危ないけどね。しませんよ、そんな。ムカついたからって眼球潰すとか。ねえ、しませんよ。しませんよってよくわかんないな いやーでもね、まあなんなんなんまあまあまあ今日はすごい喋るよな。まあまあそういうこと。うん。どういうことですけどね。まあね、あのー、特にない。総括としては、気持ち悪いコメントしたらこんな感じで動画でボコスカに叩きます。はい。それだけです。うん。かわいそうだけどね。 でも俺がなんかね、まだね、善悪の区別がついてなかった頃っていうか、まあ知恵がね、知恵足りぬガキ、まあ知恵足りぬコワッパだった時はコメントしてませんでした。まあコメントしてもね、やっぱね、知恵が足りないんですよ。コメントをしてるやつっていうのはね、そういうコメントするやつって悪い言い方するとね、頭が悪いから、そういうコメントになるんですよあ。僕めちゃくちゃ頭いいから、多分 IQ3600、3600、72か。3672、不可説、不可説点くらい。 なんでもね、もう、ぶっちぎりって、ギリギリブブ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 ,ブチッチッチ,チギリってね、いや、そのボケは IQ2 だぞ。そう、IQ101 だぞ。な常人でも考えられるボケをするなよと。まあ、今この場面で出したっていうことに対して IQ は、まあ、その、あなたがね、言った IQ としては、まあ、当てはまるとは思うけど、そのボケはダメだぞと、IQ101 だぞ。下手しい6だぞ。急に下がるなって、思いましたけど、 まあ僕はね頭悪い時ってね、クソコメしかしてなかったんでね。やっぱ頭悪いやつって1コメしか打てないんですよ。これ体験だね。俺も1コメしか打ってなかったんで、あの頭悪いやつは1コメとかねで、ちょっと頭が、だからコメントしない方がいい。恥さらしになるから。知恵がついてからとか、丁寧な感じで言った方がいい。だって頭悪いもん。うん。バカがバレるからさ。俺もバレたくないからコメントしないんですよ。 動画だってやろうと思えばめちゃくちゃゃゃくく頭できるわけじゃんなんかもうね、もう画像でここら辺になんかノーベル賞1 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0ってもう頭悪いのそれ、136回受賞みたいな、何の、何のノーベル、ね、数学賞、数学賞はないぞと、ね、ここでちょっとね、知識あるぞって見せていくるスタイルが頭悪いよね。 ノーベル賞に多分数学賞なかった気がするっていうね。これも、お前のダメなところだぞ。自分の知識を出してね、そんなどうでもいい知識っていうかね、それ誰でも知ってるだろうってね、トリビア見てればみんな知ってるだろうみたいな知識を出してね、フンみたいにするのはダサい。ダサすぎる。お前はバカやった方が似合うんだ。ということで今日の動画おしまいですね。ねチャンネル登録え、高評価、まあね、まあ、するんだったら、あの、めちゃくちゃめちゃくちゃしてって。ナすよダメだよ。いやまあ、チャンネル登録するんだったら、 ね他の動画見てコメントしてくださいコメントしてとにかくバカがバレてもいいからコメントしてこうやって叩かれて動画で俺のネタがなくなるからはい毒図でしたやめます